本日の第3試合ウェルター級3回戦を行います。赤コーナージャパンウェルター級3位 ADO 所属ガシャマサート前回の試合から構えを変えてキックとパンチがバランスよく打てるようになったというウェルター級3位ガシャマサト、そして今回が再戦になります山内優。この試合も解説は元 WKBA 世界スーパーフェザー級チャンピオンの曽我英樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあウェルター級3位赤コーナーのガシャマサとの戦いということになります。やっぱりウェルター級ぐらいになると体がすごい大きく見えますね。フレームが大きいですね。はい、さあ第1ラウンドが始まりました。白いトランクス、そしてゴールドのベルトライン、赤いグローブがガシャマサと、そしてグレーのトランクス、青いグローブが山内優です。まあ、こう見ると上背では山内の方が上回っているような感じですね。そうですね、ただガシャ選手のローキックの連打いいですね。ここはしっかりとロー、そして前蹴りを出していくガシャです。はい、お互いにでもスピードあって、すごく蹴りも走ってる感じなんで、いいと思います。そして右のオーバーハンドを見せていきました。お互いに右のグローブを引いています。オーソドックススタイルです。左をついて前に出ていくのはガシャ、そしてローキック、この辺りはパンチとキックバランスよく攻撃を出していきますガシャです。今度は前に出ていく山内、最後は膝までつなげていきました。そして肘、山内もこう多彩な攻撃見せてきますね。そうですね、ちょっとまだ見てるっていう感じなんですけど、詰めるときは詰めるっていう感じの攻撃ができるんで、この肘です、はい、山内の肘。ただやっぱりガシャ選手のあのローキック、結構何発もあれカットしてても効いちゃうと思いますね。あんまり蹴られ続けちゃうと足も結構もう赤くなってるんで、すでに前足のところ外側かなり赤くなっている山口、はい、ただ距離を詰めて肘を出していきます。そうですね、ガシャも肘を返していきました。まあ、ローキック嫌だと思います。結構思いっきり蹴ってるんで、そうですね、はい、ガシャのこのカスキック、いや前足かなり赤くなってきましたね、はい、左をついて1箇所です。この辺りはローキック、それから、まあ、左と丁寧な試合の組み立てを見せて1箇所、今はボディ上手かったですね、左のボディを出していきました箇所です。そして膝から肘、この辺りは接近戦を挑んでいく山内優。そうですね、山内選手は接近戦の方が得意なのかもしれないですね。ですね、はい、ここまでは6戦して2勝4敗というレコード山内優です。今年の3月2日キックインシスト12でマサヤと戦って、その時には2対0の判定負け。今日の試合が再戦になります山内優です。お互いに左をついてローキックから前蹴り、前に出ていく山内、ここは打ち終わり、山内のパンチが当たります。ここしっかりとパンチは山内合わせていきましたね。そうですね、山内選手何気にパンチ重そうですね、はい、はい、スピードはそこまでないんですけど、やっぱり体が強そうなんで、はい、この肘、この肘とか、強烈な肘を出していきます山内です。はい、先ほどからこの肘、それから膝、この辺りを出していく山内、肘を返していきましたガシャマサト。ここで第1ラウンド終了。いや第1ラウンドから須磨さん結構激しくなりましたね。そうですね、激しい試合になってますね。ちょっと KO ありそうですね、あるかもしれませんね。ジャパンキックボクシング協会キックインシスト16第1部の第3試合です。ジャパンキックウェルター級3分3ラウンドの一戦、やはりこのウェルター級になりますと一発一発にも重みがこうだいぶ変わってきますね。はい、重みもあるしやっぱりスピードもあるんで、やっぱりこのなんていうんですかね、もう KO の期待がすごくできる試合ですね。そうですね、はい、神奈川県横浜市出身のガシャマサト、そして神奈川県横須賀出身の山内優、横浜そして横須賀神奈川対決ということにもなりました。はい、ここ2ラウンド目が山内選手がどう攻めていくのかなっていう、エンジンかけていくのか、ここはお互いにミドルを蹴っていく、まあ、接近戦から肘、それから膝を出していった山内です。
ただこのローキックですよね。あこれ効いてる効いてる。ちょっとこれ効いてます、ね。ガシャのローキック第1ラウンドからコツコツと積み上げてきたこのダメージが第2ラウンドどうか。はい。もうなので山内選手はね。どうあーっとこの肘です。ああいう感じでもう超接近戦で戦っていけばロー食らうことはあんまりないんで。そうですね。はい。ですから距離感大事になってきますね。そうですね。あーっとローブローが入ってしまった。今のは結構突き上げた膝が入ってしまいました。本日の第1部第3試合です。ジャパンキックウェルター級3分3ラウンドの一戦、第2ラウンドに入っています。残り時間が2分19秒というところで、ガシャがローブローのために一旦ブレイクタイムです。まあ、本当にこのローブローでガラリとその流れが変わってしまうというようなこともありますからね。そうですね、やっぱりこう、まあ、もちろんこれ今お互い集中力が切れないようにしないといけないんですけど、やっぱり食らった側のガシャ選手の方が集中力をこうパッと戻すのが難しかったりするんで、はい、だから逆に言えば山内選手はチャンスっちゃチャンスなんで、そうですね、そういうこと考えないでもガンガン攻めた方が、まあ、ダメージというよりもその集中力っていう部分ですか。はい、ミドルを出していきましたガシャです。あこの肘、そして縦肘も出していきました山内です。多彩な肘の打撃を見せていきました山内。そして膝もあります。ここは強烈な膝を出していきます、はい。まあ、この距離だったらローキックもらわない戦いになりますよね。そうですね、ああいう風に膝を上げながら詰めていけば、まあ、カットもできながら膝も入れられるんで、はい、まあ、あれはあれでいい作戦ですね、でもガシャ選手はもうローを蹴った方がいいのかなと思いますね。ここはしっかりと第1ラウンドから相手のダメージを蓄積させてきたローキック、はい、どうしても今は結構もうパンチ強引にパンチになっちゃってるんで、もうちょっとローを効かせてもいいかなと思います。ここは首相撲からお互いに膝を出していきました。この膝です。これはスリップダウンではありません。この膝が山内は上手いですね。そうですね、この膝ちょっと嫌ですね、膝これは空を切りましたが体勢を入れ替えてガシャ、もうここを蹴っていくか。肘を出していきました。肘には肘、接近戦になっています。接近戦だとやっぱり山内選手の方がちょっと上な感じがしますね。そうですか、フィジカルがやっぱ強いっていう感じがするんで、上手では山内の方が上回っているように見えます。このあたりで膝を出していく。そして肘、ガシャ選手もうちょっと多分ロー絶対効いてると思うんで、ちょっと冷静になってローをもうちょっと効かして、この2ラウンド、はい、終わるまでローをしっかり効かしちゃった方がいいと思うんですよ。で3ラウンド目にちょっと休憩してから立て直した方がいいかなと思います。もうかなり山内の前足の内もものあたりもかなり赤くなってますよね。そうですね、このあたりのダメージはどうか。だからコンビネーションの終わりに最後はローで終わらせたいですね。パンチ打った後に最後はローで、はい、ここで第2ラウンド終了、はい、第2ラウンドはローブローもありましたが、このラウンドは曽我さんはどういう風にご覧になりましたか。まあ、このラウンドはやっぱり山内選手のフィジカルと、あとその接近戦での戦い方っていうのがもう目立って、はいはい、あのダメージも与えてるんで、まあ、1ラウンド目がガシャ選手のローキックでだいぶ良くて、はい、で2ラウンド目がこの接近戦と肘膝っていうので山内選手がいいんで、まあ、3ラウンド目がもう決着ですね。そうですね、ここで、はい、お互いどういう風に攻めるか。山内としても何かこう戦い方を見つけたような感じの第2ラウンドでしたよね。そうですね、逆にローを効かされてもうこれしかないっていうので、逆にそれが良かったかも、いい感じになってるかもしれないですね。ですね、はい、さあ第3ラウンドがこれから始まります。ジャパンキックウェルター級3位の赤コーナーガシャ雅人、そして今日の試合が再起戦になります山内優。そうね、再起戦でやっぱりローキックをバンバン効かされちゃうと、やっぱりすごい効いちゃうと思うんで。なるほど、
だからやっぱりここもう蹴られないようにね、2ラウンドみたいにもう詰めていくしかないですね、はい、もう前に行きたい行きたいっていう気持ちがこのローでかなりこう削られますよね。そうですね、このローキックです。はい、あでもやっぱりガサ選手もねやっぱりローキックに切り替えてまたローキックローを効かせようっていう感じになってますね。ただ接近戦を挑んでいく山内優、接近してからの膝それから肘、このあたりで第2ラウンドはリズムを掴んでいきました山内。そしてここも組相撲を挑んでいきます。この組の対戦になると山内のこの強さっていうのも出てきますね。出てきますね。やっぱ体重のかけ方がうまい感じがします、はい、だから体重うまくかけてるんで、だからガシャ選手はなんかくっつかれてすごいパワーを奪われる感じ、スタミナ奪われるって感じしますね。ですからガシャとしてはその距離感大事に戦っていきたいところですよね。そうですね、はい、もうちょっと前蹴りジャブっていう長い攻撃を出していって入れないようにして、で足につなげる。あーっとここは左右のフック、ダメを捉えていきましたガシャ。ただここは接近戦、膝を出していくガシャーっと強烈、肘を狙っていきます山内。今のはちょっと怖いですね、思いっきり振っていきました。ただここで今度は打撃山内、飛び膝につなげていく。山内選手はやっぱり自分の体重を使った攻撃がうまいですね、相手にしっかりと自分の体重乗せてるんで、はい、あれをやられると相手としてはすごい疲れますよ、なかなか疲れますよね、はい、スタミナも相手のダメージをえぐっていきます山内です。さあ残り時間が第3ラウンド1本切ってくる、お互いに肘を出していきます。お互いにもここはねもう消耗してるんで、ですね、気持ちの勝負、第3ラウンド残り1本を切ったところ、右ストレートが画面を捉えまして山内、ここも接近戦、クイズも組の展開に入っていく。スタミナ的にはお互いにかなり消耗しているように見えます。そうですね、さあ組の体勢から膝を出していく両者、リングの中央に戻ってきた。ただこの接近戦というところでは山内の方が若干有利か。そうですね、山内選手膝の入れ方とかやっぱり何やっぱうまく力が当てられてるんで、入ってますよね、はい、腹をえぐっていきます山内の攻撃。ただここはガシャが押し返していきました。さあ接近戦残り時間がない、ここで第3ラウンド終了、まあでもいい試合ですね、すごい消耗戦で最後まで打撃を出し合いました両者。この試合も判定にもつれ込んでいます。ちょっと難しい判定かなとは思いますが、何かこう明確な感じのものはなかったような感じですよね。そうですね、ただやっぱり後半の追い上げが、山内選手の追い上げが結構強かったんで、はいはい、そうですね、そこをどう取るかですね、さあジャッジが読み上げられます。勝者青コーナー山内、ということで判定山内優の勝利。はい、やっぱり山内選手首相撲とかもすごいしっかり練習してきている感じもあるんで、ああいう風に消耗しても何気に膝とかしっかり出せる、はい、やっぱ首相撲の練習してるとああいうのをしっかり出せるんで、力が出なくても膝を上げる、膝を効かせる、体重を相手にかけるとか、そうですね、ああいうのがやっぱりしっかりできている感じが見えました。判定の結果3対0で青コーナーの山内優が勝利ということになりました。まあ、今年の3月に判定で敗れて今日の試合が再起戦、まあ、しっかりとこの戦い勝利したっていうのは大きいですね。ここはそうですね、復帰戦でやっぱりこう勝利するっていうのはすごく大きいことなんで、またこれから今後頑張ってい、いけると思います。そうですね、はい、まあ、現在ウェルター級の3位にランクされているガシャ・マサトですが、まあ、持ち味っていう部分も出ましたけれどもね。そうですね、はい、勝利をものにすることはできませんでした。本日の第3試合ガシャ・マサト対山内優の一戦は判定3対0で山内優が勝利しています。